元ですか。元気があれば何でもできる実況アナウンサーの柿野隆彦です。今回はですね、WWE、プロレス版メジャーリーグということでですね、ちょっとお伝えをしていきたいと思います。この番組は元気がない人が少しでも元気になれるようにアスリートの頑張りを紹介しておりますので、チャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。さて今回はですね、ちょっと先日ニュース、ネットニュースによりましてね、WWE の主要選手がですね、大量解雇と、そんなニュースがありましたんで、そのあたりからね、ちょっと取り上げていきたいと思います。このご時世ですから、そういったね、スポーツ関係、エンターテインメント関係ですね、いろいろ人員整理とかするんでしょうかね、ちょっとね、大変なことになってしまいました。この WWE っていうのは、プロレス版のメジャーリーグですね。野球においてもメジャーリーグベースボールですね、全米におきまして、華々しく、各選手が言ってるわけですね。今大谷翔平選手が頑張っていますが、そのプロレス版と思ってください。プロレス詳しい人はね、よくわかると思いますが、プロレスあまりご存知のない方にもですね、ちょっとお伝えをしていきたいと思います。そのメジャーリーグです。プロレス版のメジャーリーグっていうのが WWE ということですね。ワールドレスリングエンターテインメントという略なんです。 WWE っていうですね、今すごいんですよね、全米でね。もうプロレス業界の最大手ということになっております。プロレス界の最高峰というね、その WWE ね、たくさんの日本人レスラーも言っているんですよ。そのあたりからね、お話をしていきたいと思います。今ね、人気があるのは北米でしょう、あとヨーロッパ、このあたりね、ものすごい人気なんですよ。そして近年ではアジア圏でもですね、興行を行うようになってまいりました。日本でしょ、韓国、フィリピンね、シンガポール、それ上海、このあたりでね、興行を打ってるわけですよ。大盛況ということなんですね。本当に、プロレスという文化がですね、もう世界各国に根付いているぞという、そんな証にもなるわけです。とにかくそのワールドワイドにですね、そのプロレスという文化をですね、広げていくその WWE なんですが、昔はね 3WF って言ったんですよ。要するにワールドワイドレスリングフェデレーションというところでですね、 3WF というね、名前が発祥なんです。そこから WWF になって、そして現在 WWE になってるんですね。少しその変遷、この後ですね、歴史なんかもですね、紹介をしていきたいと思います。で、この WWE、 そのプロレス版のメジャー団体でデビューするためにはですね、2つの方法があるんです。まず一つはですね、スカウトですよね。日本でもそのスカウトをして、スカウトをされてですね、その、アメリカ版のメジャーリーグに行ってですね、活躍をしている選手などがいます。新日本プロレスにいました中村慎介選手などがそうですね、アスカ選手もそうですね、女子プロレスのアスカ選手もスカウトをされていきました。ですから、比較的その1軍に入るのが早かったということになるわけです。その他ですね、スカウトでなければトライアウト、これプロ野球でもそうですよね、トライアウトってありますね、あれと同じ仕組みです。ただやりたい人がいっぱいいるんですよ、最大手ですから、たくさんいるんですね。で、まず中に入らなきゃいけない、そのために入団試験のようなものを受けるわけですよ。で、トライアウトを受けて、そして入った選手、最初は2軍からスタートするんです。大体の選手がいきなり1軍ってのはそういませんもんね。まず2軍でトレーニングをする、基礎から訓練をするという、そういったね、システムがしっかりできてるんですよ。ファイトは当たり前としてもですね、その他、例えばマイクパフォーマンスであったりね、お客さんを喜ばせる術、こういったものも全てトレーニングしていくんですよ。ですから、そういった育成システムをしっかりしてますよというのが WWE ですね。さすがは最大手だなというふうにも思っております。常にね、100人ぐらいスタンバってるって言われてるんですよ。1軍にも枠があるわけですよね。これ野球でも同じでございます。枠があります。ですから、そこの枠に欠員が出れば、じゃあお前ちょっと行ってこいというふうにプッシュがあるわけです。でですね、その時にですね、ちょっと今は体調がなんて言ってるとですね、お呼びがかからなくなっちゃうんですね。もう100人ぐらいスタンバってますから、A 君がダメだったら B 君行けと、わかりました、行ってきますと言って、しっかりした試合ができ、パフォーマンスができると、1軍にも定着されるんですけれども、できるんですけれども、それがないとまた2軍に落っこっちゃうようなね、そんなシステムであろうかと思います。ですから非常に厳しいです。アメリカならではのね、ビジネスライクでございます。本当に厳しい世界ですよね。すでに100人ぐらいスタンバってるというふうに言われてます。ですから入団してもすぐにスター選手になれるわけではないということなんですね。で、向こう WWE ではですね、プロレスという表現は使いません、スポーツエンターテインメントと言ってます。選手のこともプロレスラーとは言いません。スーパースターって言うんですよ。そういった、名称になってるんですね。
これはなぜかということなんですが、今ね、スポーツという括りじゃないんですよ。サービス業という括りの中に WWE があるんですね、これも後ほど説明します。で、今度はビジネス的な部分なんですが、年商がだいたい、これ2017年のデータなんですけれども、830億円と言われています。まあ、大きな企業ですよね。もう上場したんですよ。株式上場しましたね。本当にすごいことになりました。まあ、株式上場と言いますとね、新日本プロレスも 2,3 年後上場に向けても準備が着々と進行中というようなね、ニュースもありますんで、これも非常に楽しみですよね。で、ちなみにですね、830億円の WWE に対しまして、日本の最大手新日本プロレスはどれぐらいかっていうと54億円なんです。ですから新日本の約20倍弱かぐらいの売上年商があるってことなんですよ。これすごいことですよね。ですからたくさんの1億円プレイヤーがいます、ね、1億円の、ね、スーパースターたちが結構いるってことなんですよ。夢がありますよね。ですからみんな行くんです。アメリカの、ね、メジャーリーグもそうじゃないですか。やはり日本の比較にならないぐらいの額が得られるし、名誉も得られるんで、はるばる海外まで足を運んでいくってことなんです。これはプロレス界においてもそうなんです。これが WWE ということなんですね。で、その830億円というのは日本の企業に直すとどれぐらいかというのをですね、ちょっと分かりやすく、かいつまんでご説明を申し上げます。あのね、ハゴロムフーズがだいたい、ね、830億円ぐらいですよ。ですからだいたいハゴロムフーズ、ね、ご存知だと思いますが、あれと同じぐらいの規模だというふうに思ってください。で、もう一つ、アメリカですから、アメリカにはですね、4つの主要スポーツというのがあります。4大スポーツと言われています。アメリカンフットボール、そしてベースボールね、それから、バスケット、さらには、アイスホッケー、これ4大スポーツと言われているんです。その4大スポーツがじゃあどれぐらいの規模があるのかと、年商があるのかということをちょっとね、ご説明いたしますね。まずですね、アメフト、NFL、これはですね、1兆5540億円、すごいですね、やっぱりね、すごいです。第2位がですね、メジャーリーグベースボール、これが1兆、1433億円、これも素晴らしい。3番目がですね、NBA バスケットでございます。これ8214億円でございます。すごいですね。そして4番目がですね、アイスホッケー、これが NHL、 これが4917億円ということで、やはりね、群を抜いてますよね。群を抜いてる。ちなみにですね、これ参考なんですが、メジャーリーグサッカーってあるんですよ。サッカーも少しずつね、アメリカで流行ってくるようになりました。これがね、715億円なんです。メジャーリーグサッカーが715億円ですから、これよりも上行ってるんですよ、 WWE はね。さらには日本に直すとどうなるかってことなんですが、日本のスポーツ界においてはどうなのかってことなんですが、日本のプロ野球 NPB ね、 NPB、 これがね、1800億円でございます。 J リーグが734億円ということなんです。つまり J リーグよりも年商高いんですよ。売上が高いってことなんです、 WWE が。こういうとなんとなくね、分かっていただけると思います。まあ、それぐらいすごいってことですよ。 J リーグよりもすごい、向こうにあるですね、メジャーリーグサッカーよりも売上が高い、年商が高いということになるわけです。これが WWE でございます。で、先ほどご案内したようにとは言いつつも、スポーツのカテゴリーではなくてサービスのカテゴリーなんです、 WWE は。では日本のサービスに直すとどのあたりに位置づけになるかということを説明します。ですね、ピアありますね、チケットピアのピア、ピアがだいたい673億円です、年商が。で、あとね、有名なところでシダックスカラオケの、これがね、1100億円なんです。ですからその間と思ってください。その間、シダックスとピアの間に WWE がありますよというふうに覚えてください。参考までにご案内しますと、オリエンタルランド、ディズニーのオリエンタルランドの年商がだいたいですね、1700億円です。やはりちょっと抜けてますよね。すごいですね。ということです。ですから日本のサービス業に直すと、シダックスとピアの間に WWE がありますよという、そんな位置づけというふうにご理解ください。スポーツにおいては J リーグよりもちょっと上ですよという、そんな位置づけです。ですからすごいでしょ、すごいでしょ。行きたい理由が分かりますよね。日本のレスラーたちがね、今結構行ってるんですよ。女子レスラーも行ってますし、男子レスラーも行ってます。黒潮イケメン二郎という選手がですね、つい先日も渡米しました、来ましたね、頑張ってくれると思います。で、常時そこにまた残っていなければならないというね、すぐに解雇ということになってしまいますから、
活躍できないと、もういらないよってなってしまいます。あとはね、全米各地をサーキットするんで、これが大変って言われてますね。ですからまあ、体力的なね、プレッシャー、そして精神的なプレッシャーもかなりあると言ってます、聞いてます。でそれに似合うだけの、ね、お金は約束はされているんですけども、まあ、それとのね、せめぎ合いと言いますかね、まあ、プレッシャーに打ち勝って、そして大きなお金を得ているというね、そんな状態だと思っております。これが WWE です。で歴史なんですけれども、アメリカでですね、実はそのプロレスというのが大きく羽ばたいたのが1948年、 NWA ってのができたんですよ。これがね、ボクシングでいうと WBA みたいなものですね。でボクシングは WBA、WBC、IBF、WBO ってのが主要団体と4団体って言われてるんですね。ちょっと前までは WBA、WBC だったんです。一番最初にできたのが WBA でした。プロレスでは NWA なんです。これが1948年、1963年に 3WF ということで、まあ、設立されたわけですよね。設立されました。でそこから今度ね、それはね、1963年から、79年前 3WF って言ったんです。そこからこの1個 F がなくなって WWF になったのが、1979年から2002年、この間にですね、この WWF と新日本プロレスが業務提携をしたんですよ。でこの時に、たくさんの選手がその WWF にとの選手と、戦うようになったんです。で猪木さんも WWF の世界チャンピオンにもなりました。そして藤波さんは、その3WF の時にね、向こうのジュニアヘビー級のチャンピオンになった1979年8年だったかな。藤波さんは 3WF の、ジュニアヘビー級チャンピオンになりました。そしてヘビー級に上がりまして WWF ね、インターナショナルヘビー級チャンピオンだった。これ長州さんも巻きました、まあ、こういったタイトルがあったんですけれども、2002年に業務提携が、まあ、なくなって解消されてしまって現在に至るということなんですね。で当時は、アメリカはその先ほどご案内した NWA があって、 AWA、 あと 3WF、 これが3団体、主要3団体と言われたんです。テリトリーとしては南西部が NWA でしょ、それからね、南西部が LWA で北部が AWA、 そして東部が 3WF というね、そういった括りで、まあ、サーキットをしていたんですけれども、今のですね、代表であります、オーナーでありますビンス・マクマホンという方がすごくやり手でですね、一大企業にしちゃったんですね、買収等々をしてですね。今はだからもう NWA もないし AWA もないんで、もう独占企業となってしまいました。WWE ですね、まあ、そうですね、企業で言えば孫さんみたいなものですかね、すごくやり手です。そので株式上場もして現在の WWE が誕生したと至るということになるわけでございますね。なぜじゃあ WWF から WWE に変わったかっていうと、これはね、 WWF 実際あるじゃないですか。で世界自然保護基金というのが WWF っていうんです。これもでちょっと訴訟問題になったんです。名前変えろっつって、で今でいう WWE はこの裁判に負けちゃって、じゃあ名前変えなきゃならないなっていうんで WWF から WWE に変えたんですね。ワールドレスリングエンターテインメントという名前に変わって現在に至るということになりました。中村慎介選手がおります。飛鳥選手も頑張ってます。その他大勢の日本人レスラーが頑張っている WWE でございます。多くのレスラーもね、日本人レスラーも今渡米して頑張っていますので、ぜひそのあたりね、また応援をよろしくお願いいたします。今回はプロレス団体最大手ということで WWE のご紹介をさせていただきました。このあたりで登れよう、元気ですか？元気があれば何でもできる、元気があれば発信もできます。実況アナウンサー柿野孝彦です。よろしくお願いいたします。バカそう